エリック・モラレスは、メキシコのプロボクサー。ティフアナ出身。ニックネームはエル・デリブレ。弟のディエゴ・モラレスは元 WBO 世界、スーパーフライ級王者。マッテーイのイヴァン・モラレスは、世界ランカー。2011年7月17日には、ホルヘ・アルセに続き、メキシコ人としては2人目となる4階級制覇を、達成。同じメキシコ出身のマルコ・アントニオ・バレラとの、 ライバル関係、マニー・パッキャオとの対戦など、名勝負を残した。1993年3月29日、16歳で、プロデビュー。1994年12月29日、ホセ・バルデスを8四個で倒し WBC、ムンドヒスパのスーパーアバンタム級王座を獲得した。1995年4月21日、エンリケ・フピテルを6四個で下し。 メキシコスーパーバンタム級王座を獲得した。1996年7月14日、フアン・ルイス・トーレスを 12R 判定で下し、ナブフ、北米スーパーバンタム級王座を獲得した。1997年9月6日、辰吉・上一ジョーイチローを二度下したことのある、ダニエル・サラゴザに11四個勝ちで、WBC 世界、スーパーバンタム級王座獲得に成功。 サラゴサはこの試合を最後に現役を退いたため、インドを渡すという結果となった。1997年12月12日、メキシコバハカリフォルニア州、ティフアナのオーディトリオナシオナルにて、ジョン・ローイーを相手に初防衛戦を行い、ローイー側が7回終了時のインターバル中に棄権したため、結果7回終了時 TKO 勝利となり初防衛に成功した。 1998年4月3日、レミヒオ・モリナを相手に2度目の防衛戦を行い、6回 TKO 勝利を収め2度目の防衛に成功した。1998年5月16日、元 WBC 世界、スーパーフライ級王者のホセル・スブエノと対戦し、2回後、勝利で3度目の防衛に成功した。1998年9月12日、 元 WBA 世界バンタム級王者で、元 WBO 世界スーパーバンタム級王者の2階級制覇王者ジュニア、ジョーンズと対戦し、4階にジョーンズからダウンを奪うと、チャンスと見るや、そこから一気に畳みかけ、レフリーストップを呼び込み4階 TKO 勝利となり4度目の防衛に成功した。1九9九年二月十三日、アメリカネバダ州ラスベガスにあるトーマス マックセンターにて、同級10位のアンヘルチャコンと対戦し、2回に、ロープ際まで相手を詰めると、右フックからの連打を当て相手が、ロープの外に飛び出るという強烈な子を飾り2回以降、勝利で5度目の防衛に成功した。1999年5月8日、ラスベガスヒルトンにて、ファンカルロス・ラミレスを相手に6度目の防衛戦を行い、9回終了時 TKO 勝利で6度目の、 防衛に成功した。1999年7月31日、プラザでトロスにてレーナンテハミリと対戦し、6回、TKO 勝ちで7度目の防衛に成功した。1999年10月22日、アメリカ・ミシガン州デトロイトにあるジョールイス・アリーナにて、薬師寺安英から王座を奪った元 WBC 世界バンタム級王者のウェイン・マッカラーと対戦し、 判定までもつれたものの3から0の判定勝利を収め8度目の防衛に成功した。2000年2月19日9回目の防衛戦では同じくメキシコ人として人気を2分するライバル WBO 世界スーパーバンタム級王者マルコ・アントニオ・バレラとマンダレーベイにて WBCWBO 世界スーパーバンタム級王座統一戦を行う。序盤から互いに打って出る。 打撃戦を展開。両者いつ倒れてもおかしくないような壮絶な打ち合いの果てに最終ラウンドついにモラレスが痛恨のダウン。しかし結果は2から1の判定勝ちでモラレスに軍配。この判定には世界中で賛否両論が湧き起こった。この試合は2000年度のリングマガジンファイトオブザイヤーに選出されるなど歴史的な熱戦として軽量級の枠組みを超えて 名勝負として広く認知された。なお、WBO はこの試合の判定は間違っているとして、バレラの判定負けを認めずバレラを再び王者に認定することになる。その後、ボラレスはフェザー級に転究するために9度防衛した、WBC 世界スーパーバンタム級王座を返上した。2000年9月2日、テキサス州エルパソにあるドン・ハスキンス・コンベンションセンターにて、 WBC 世界フェザー級暫定王座決定戦に出場し、元 WBC 世界フェザー級正規王者のケビン・ケリーと対戦し7回 TKO で下し、WBC 世界フェザー級暫定王座を獲得、暫定ながら2階級制覇を達成した。2001年2月17日、正規王者グティ・エスパダス・ジュニアとの王座統一戦に、井戸美さんから例の判定勝ちで、 王座統一に成功し、正規王者となった。2001年7月28日、ロサンゼルスダウンタウンにある、ステープルズセンターにて後に、WBC 世界フェザー級王者となる、池一しちんと対戦し、序盤は相手のダーティーファイトに、少し苦戦するがその後は立て直してい子は逃すものの、3から0の判定勝ちを収め正規王座は初。 暫定王座から数えて2度目の防衛に成功した。2002年6月22日、3度目の防衛戦で、同じくフェザー級に階級を上げムハイ王者の、ナジームハメドを倒し勢いに乗っている、マルコ・アントニオ・バレラとに階級をまたいでの再戦。前回とは反対に、技術戦になった。リーチと、テクニックに混るモラレスが前半は優勢に進め、 スタミナの消耗を待って後半手数を増やしたバレラが、盛り返すという冷静な忍ぎ合いの展開になり、0から3の僅差判定負けで、バレラに雪辱を許す形となった。モラレは、キャリア初の敗北となり、連勝も41でついに止まり、WBC 世界フェザー級王座から陥落した。ジャッジの採点は、序盤アウトボクシングでは優勢かに見えた、モラレスの点は伸びておらず、 この試合も前回同様に判定結果に賛否両論が起こった。ただし試合内容自体は僅差であったことは多くの評論家の間でも一致している。2002年11月16日、ラスベガスにあるマンダ・レーベイホテルカジノにて、ポーリー・アヤラと王座決定戦を行い、12回判定で勝利し、再び WBC 世界フェザー級王座を獲得した。 その後は王座を二度防衛し2003年には WBC から史上初となる名誉王者の第一号者に認定された。その後スーパーフェザー級へと転級した。2004年2月28日、ヘスス・チャベスを下し、WBC 世界スーパーフェザー級王座を獲得。メキシコ人としてはフリオ・セサール・チャベス以来、二人目となる三階級制覇を達成した。 2004年7月31日、IBF 同級王者、カルロス・エルナンデスとスーパー・フェザー級の王座統一戦を行い、3から0の判定勝ちで、IBF 世界、スーパー・フェザー級王座を獲得し2団体、統一王者となるが、その後、IBF 王座は防衛せずに、すぐに返上した。同年11月27日、宿敵マルコ・アントニオ・バレラと3回級目での、 ラバーマッチ。両者とも若干の陰りが見えてきたかと言われる中で、凄まじい打撃と技術の応酬戦となる。序盤から取りつ取られつの譲らない戦いとなるも、結果は0から2の僅差の判定負け。キャリア通算2杯目を喫し、WBC 世界、スーパーフェザー級王座から陥落した。この試合は2004年度のリングマガジンファイトオブザ、イヤーに選出された。 2005年3月19日、我らから金星を挙げ、ファンマヌエル・マルケスとも引き分けるなど、一躍スターとなっていた、フィリピンの新星、マニー・パッキャオと対戦。3から0の判定勝ちを収め WBC、インターナショナル・スーパー・フェザー級王座といえば世界、スーパー・フェザー級王座を獲得し、健在ぶりをアピールした。同年9月10日、4回級目のライト級に階級を、 上げ、ザヒール・ラヒームと対戦するも0から3の判定負けで3敗目を喫した。2006年1月21日、階級をスーパーフェザー級に戻しマニー・パッキャオとの再戦を行うも10回 TKO 負けとなり、キャリア初の小負けで通算4敗目。同年11月18日にパッキャオとラバーマッチを行うが、序盤のラウンドで、 計3回ダウンを奪われ3四個で連敗し、パッキャオとは一勝2敗と劣勢となりキャリア通算5敗目。試合後の会見では引退をほのめかす発言をした。2007年8月4日、アメリカ入りの一臭、ローズモントにあるオールステートアリーナにて、メキシコ人初となる4階級制覇の2度目の挑戦と自身の引退をかけて、デビット・ディアスの持つ、 WBC 世界ライト級王座に挑戦し、初回にダウンを奪うが、後半に反撃にあい、0から3の判定負けで4連敗となる6敗目。試合後に正式に現役引退を表明した。2010年1月29日、メキシコで会見を開き、現役復帰を表明した。二千十年三月十七日、 約2年半ぶりの復帰戦で、元 WBA 世界ライト級王者のホセアルファロと対戦。12R 判定勝利で空位の WBC、インターナショナルスーパーライト級王座を獲得した。2010年9月11日、ウィリー・リモンドと対戦。ボディブローでサンド倒し、6RKO 勝利で空位の WBC 世界、スーパーライト級、シルバー王座を獲得した。 2010年12月18日、フランシスコロレンソと対戦。僅差判定で勝利を収め、WBC 世界スーパーライト級、シルバー王座の初防衛に成功した。2011年4月9日、空位となっている WBA 暫定スーパーライト級王座を、マルコス・マイダナと決定戦という形で対戦。大方の予想は、マイダナ勝利という声が多い中、 試合は、マイダナが前に出てパンチ振り回し一回終了時点で、モラレスの右目はすでに腫れ上がり、残るラウンドはほぼ片目だけで戦わなければ、ならないというお状況に追い込まれる。その後も相手の強打を前に交代する場面あったが、負けじと打ち合いに応じ、中盤には、マイダナは、打ち疲れとなり少し失速したところで、モラレスのクリーンヒットが当たり流れを一度引き戻した。 終盤は、両者ボロボロになりながら、打ち合いを続けるが、結局12回まで進み、判定決着となった。判定は、ジャッジ1人がドローをつけ零から2の僅差判定で、敗れたもののモラレスにとっては大いに検討した試合となった。2011年7月、ティモシー・ブラッドリーの王座剥奪により、王座決定戦のチャンスが舞い込んでくる。 ホルヘバリオスと決定戦を行う予定だったが、翌月には、バリオスが欠場となり、代役として、ルーカス・マティセイに変更され一旦は、フロイド・メイウェザー VS ・ビクター・オルティス戦の、アンダーカードで組まれることとなっていたが、そのマティセイも自らの病気が原因で出場を辞退し、2点3点となったが、最終的には21歳の若手ホープの、パブロセ・サールカノに落ち着いた。 2011年9月17日、米国ネバダ州ラスベガスの MGM グランドにおいて、パブロセサールカノと王座決定戦を行い、10R 終了 TKO 勝利で WBC 世界スーパーライト級王座を獲得。史上11人目、メキシコ人として、ホルフェ・アルセに次ぐ2人目の4階級制覇を達成した。2012年3月24日、テキサス州ヒューストンで、 ダニー・ガルシアと WBC 世界スーパーライト級王座の初防衛戦を行うはずだったが前日の計量でモラレスの体重超過が発覚し体重計に3回乗っても規定体重に落ちずに王座を剥奪されガルシアが勝った場合には王座獲得となるがモラレスが勝てば王座は空位になるという変則ルールで試合が行われた試合は終始ガルシアペースで進み モラレスは11回に決定的なダウンを奪われ、3から0の大差判定で敗れた。2012年10月20日、ニューヨークブルックリンのバークレイズセンターにて、WBA ・ WBC 世界、スーパーライト級、スーパー王者、ダニー・ガルシアとダイレクトリマッチで再戦したが、左フック一撃でダウンを起死しカウント途中でこう、宣告され4回1分23秒こまけで、 大阪入崎に失敗した。試合後会見でティフアナに戻りも一戦してから引退するつもりだと話し、事前を最後に引退することを表明した。2013年3月22日、ガルシア戦前に尿検査で採取された2つのサンプルから陽性反応が検出されたため、米国反ドーピング機関から2年間の出場停止処分が言い渡された。 2013年11月30日、バハカリフォルニア州メヒカリのリングに上がりホルヘ・パイス・ジュニアに自身の引退試合の相手としてラブコールを送った。2014年3月22日、モンテレーでホルヘ・パイス・ジュニアとウェルター級で対戦予定であったがモラレスが練習中に拳を負傷し試合が中止された。ありがとうございます。